高峠口古墳は岐阜県高山市にある前方公園墳。築造推定6世紀後期で全長72.7メートルは日立方最大。石室の大きさは県下最大級の古墳。1956年9月7日、岐阜県史跡に指定されている。本古墳は大鳥の宮遺跡、土税遺跡、広瀬石橋遺跡、広瀬重王堂遺跡。 作梁遺跡が約1キロメートルの間に連なり、広瀬古墳、作梁古墳、石橋廃寺跡などの古代遺跡が目白大の地区にある。古墳周囲は現在に至るまで史跡保護のための整備がなされておらず、周囲の農地や道路が古墳本体を侵食しているかのごとく限界まで迫る。特に前墳と後墳とがつながるくびれ部分は、 森土が取り去られ細く潰れているため、以前には二つの独立した塩粉が連なっているのではないかとの説もあったが、2004年に地下探査を行い、前方後円墳の可能性が高いことが判明した。古墳内部は巨石で作られた両袖式横穴式石室で、その石室全長は14.8メートル、原室の高さ3.1メートルと喧嘩最大の横穴式石室となる。 江戸時代に洞窟されており、副葬品については、末期編2点以外は不明。しかし、現室内にはまだ石棺と見られる一部が残存しており、調査をすれば異物が出土する可能性が高い。地図、ありがとうございます。